作るときはドラマの打ち上げとかパーティーにしましたけども、はい、プライベートも作るときって何ですか？プライベート、そうですね、プライベートだと例えばリング、ブレス、ネックレスとかどこか1個ってことが多いんですけど、でも T シャツ、これからの季節T シャツにデニムでシンプルだけどブレスだけちょっとご存在感のあるものとかそういった付け方はしますかね。何歳ぐらいから宝石つけようかなっていうふうに見栄えたんですか？女性だったら多分そうですね、でも興味というか、初めてこうちゃんとというんですかつけたのは小学校3年生ぐらいですかね。小学校3年で早いのかな早いのかな。小学校3年生の時にあの父親の弟ですね、おじがプレゼントで、あの本当子供用 の, あのイヤリングみたいな、でおもちゃ程度なんですけど、でもちょっと小学校3年生にしては本格的っぽいものをプレゼントしてくれて、でその時につけて、でも学校はもちろんつけられないので、あのお休みの日というか、まあ、お家の中でつけて、でこう自分の持ってるバッグでなんかお買い物ごっこみたいなしたりとか、そういうのが最初だったと思います。小学校3年、はい、そうですか、で今回このパンドラのね宝石ジュエリーですけど、はい、改めていかがですか？だなと思いますね。あの一つ一つのデザインがやっぱり繊細というか綺麗なのもそうなんですけど、でもやっぱりこういうブレスレットとか見てても、先ほど言ってましたあの女性、強い女性というか女性を応援するっていう意味もあると思うんですけど、こう強さがあるなと、存在感があるなと、かっこよさもあるブランドだなと思います。あ、そうですけどね。結構 す,、ね、すごくなんか、でも似合いますね。ジュエリーが似合う女性ですね。いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。そんな恥ずかしい。はい、あの先ほどね、はい、あの、宝石はじっくり選ぶよりも一目惚れとかって言ってましたけども、男性はどうなんですか？一目惚れっていう経験は人生でないと思います。あ、男性は一目惚れじゃないんですね。ないですね。宝石は一目惚れだけで。そうですね。そうですね。あの宝石はあれじゃないですか。一目惚れでもそのものが綺麗だったりですけど、人間は分からないですかね。女性も男性も綺麗だな、かっこいいな、可愛いなと思っても、確かに、ね、中身は分からないですね。見た目が分からないのもありますからね。そうですからね。はい。今までになんかこう男性から宝石プレゼントされたとかってのは。プレゼントはないですね。むしろ自分で買ったり、そのさっきの本当自分、私聞いてて私のこと言ってんだなと思ったんですけど、あのお仕事であの特にこうやってブレスとかはあのブレスレットを買ったら1個ずつこう買い足すことができるので、お仕事で例えばワンクールドラマが終わりましたって言ったら1個チャームを増やすとか、そういう買い方もできるなと思ったんですけど、普段から自分もそうで、あのジュエリーとかそういうアクセサリーだけじゃないですけど、ワンクールお仕事が終わった、1個作品が終わって乗り切りましたって言ったら自分のご褒美としてこう買ったりすることが多いですね。あ、そうなんだ。最近男性からご褒美もらった方がいいですよね。男性からご褒美くれます。いや、あげたいですよね。あげたいですよ。いつでもそういうプレゼント、宝石をプレゼントしてくれる男性はいない、まあ、いないですね。さすがにいないですね。まあ、欲しいですよ、でもね、そういう男性っていうのどうなんですか。でも実際プレゼントする、宝石をプレゼントするような男性ってのはどうなんですか、新川さん的には。あ、でも嬉しいですよね。いただけるものはいただくじゃないまあ何でもプレゼントは嬉しいですよね。まあ、嬉しい。でもあの何でもそうなんですけど、例えば値段だったり物だったりっていうよりかは、あのまあでもこうやって言うとね、またなんかそうやって言ってなんか好感度を狙ってんのかって思われるかもしれないんですけど、やっぱりその新川にどれが似合うかなとか、あのどのカップルとかご夫婦もそうなんですけど、あの奥
様、彼女さんにどういうのが似合うかなって考えてる時間が多分女性って嬉しいと思うので、なんか物っていうよりかはその選んでくれて買ってくれて渡してくれるまでの時間っていうのが嬉しいなと思います、うん、そのプロセスを楽しみたいみたいな、うん、それを思うことの方がやっぱりね、幸せな気持ちになるのかなって思うんですけど、でもね、そうやって言うとまたね、うん、本当に思ってないでしょみたいなのが書かれるかもしれない。そんなことないですよ、好感度高いですから。いや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 、でもそう、本当にそう思います、やっぱり、うん、あの例えばお父さんとかからね、プレゼントとかないんですか、うん、いや、父もないですね。 ないんですか。あの父からは、ちなみに私12月28日なんですけど、誕生日が、あの12月頭ぐらいに都内の私の家に来てくれて、すっごい大きい段ボールを持ってきてくれて、で、開けてって言われて、開けたら駄菓子がブワーって大好き誕生日プレゼント大好きなんです、駄菓子が。で、綿飴がすごい好きなんですけど、綿飴、その前年かな、一昨年ぐらいには綿飴を作る機会をくれたんですけど、機械、二十歳の誕生日かなぐらいにくれたんですけど、綿飴を作る機械、はい、家で作れる機械をくれて、で去年の誕生日はその綿飴がもう30個ぐらいと、あといろんな駄菓子がバーって入ってる段ボールを父はくれました。誕生日プレゼント駄菓子ですかそうすごい。でもそれをあの選んで、これこいつ好きかなって、これ岩好きかなとかで箱に詰めて、なんか車に運んで持ってきてくれた父親と母親を想像すると可愛いなと思ってなんかやっぱそれこそ本当気持ちが大事なんだなって思いましたね。でも箱のね、パンドラとしてまずいですよね。パンドラの箱になっちゃいますからそうね、開けちゃまずいのかなじゃないかでもあれですか、逆にお父さんとお母さんにプレゼントとかってないんですか。あ、でも今年5月に父の日、母の日を一緒に、ちょっと6月が忙しくなりそうで帰れるか帰れないかがわからないので、父の日と母の日を一緒にあの実家に渡しに行きました、先月かな。何日？あ、なんだっけな、忘れちゃったんですか。あ、お母さんにはお母さんの好きなアーティストの方のライブの DVD とかが発売したので、それをこうプレゼントと、父親には靴下を結構いつもあげるんですけど、靴下をあげる、何足かこうパーって自分で選んであげたら、後からメールが来て、2年前にもらった時と同じ柄が入ってたよって言ってごめんねって言ったら、でも好きな柄だったから嬉しいって言ってて、ちなみにお母さんの好きなアーティストって誰？あの安室奈美恵さんです。はい、私も好きなんですけど、はい、そうですか。で今ねすごい新川さん結構ね売れっ子でもう本当にいろんなところで活躍してますけども、実際休みとかって忙しいでしょ。実際休みも、あ、でもやっぱりドラマ入るともちろん忙しかったりバタバタはするんですけど、今はそうですね、あのそうですね、でもこうドラマってパッとこうスケジュールは抑えるけど、パッといきなり明日休みとかってなることもちょいちょいあるので、うん、そういう時はもうアラームをかけずに寝て起きたらたまりにたまった家事をやるっていうサイクルになってます、最近は本当に、うん、まとめてやる方なんですか。お洗濯とかはするんですけど、あの後でやろうって言って置いといたとか、あのこれ理解いただけるかな、あのポストのチラシわかります？ポストのチラシって絶対いらないってやつ入ってません？それもでもあの必要なものと分ける作業って結構難しいんですよ。わかります？そう言いたかったんです。あのだからそれを分ける作業を忙しい時にバッてやると必要なものも捨ててしまったりだとかするので、お休みの日にそのチラシ、いらないチラシと、あのいるもの、自分宛てに来たものだったりとかっていうものを分けるっていう作業をしてます。
地味なことやってますよね。そうですね。そうです、そうです。でもこれ自分でやりながら、あの一人暮らし始めたからずっとこれ嫌だと思ってる人絶対いっぱいいるよなと思いながら過ごしてて、今ちょっと言えてすっきりしました。あ、そうですか。はい、そうそうなん、そういうことをやってます。なるほどね。それはでもじゃあ息抜きにもなるんですか。うん、そうですね。あのやっぱりお仕事で忙しくなって。まあ、そのチラシだけじゃないですけど、なかなか元に戻せないとか、使ったものとかバッグを洋服をこうかけっぱなしにしておくとかってなってしまうと、ね、なかなかすっきりしないので、お休みの日にバッて全部片付けて掃除機かけて、あの拭いてとかってやるとやっぱ気持ちも変わるので、それはやるようにしてます。忙しすぎて彼氏作れないとかじゃない？いや、でも基本的に時間は作るものだと思っているのであれなんですけど、まあでも多分私は筧美和子に会いすぎてるんじゃないかと思いますね。あの必ずもうどちらかの家に集合っていう感じなので。そうなんですか。筧さんの家、はい、だから親友なんですかね。そうだと私は。でもね、分かんない、向こうもそう思ってくれてるといいんですけど、はい、しばらく女友達。そうですね、結構あの毎日のように連絡取り合ってどっちかの家に行ったりとか、会わない時は2時間ぐらいお風呂とかで電話したりとか、してるので、はい。そうなんですか。なんか私の癒しですね。筧さんが何でも話聞いてくれるし。はい、そうです。じゃあ改めてちょっと PR をね、結局功績してますね。そうですね、何の話をしてたんだかすいません。そうですね、この繊細で綺麗でそして力強いパンドラのジュエリー、これからもよろしくお願いいたします。そして私もあの繊細かつ力強くいろんなお仕事頑張っていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません。